さん、おはこんばんちは。ゆっくり実況させていただいております。ゆうきこうみでございます。光栄のスーファミ版スーパーマージャン大会、今回で100回目をお迎えしますね。100回目を無事迎えたってことで、今回でこのゲームはレギュラーとしては、最終回になります。果たして今回こそは100万、無事狙えるんでしょうかね。狙えるじゃなかった。上がれるって言った方が正しかったっすね。失礼しました。では行ってみましょうか。この間の大会モードでは、ヨウムが V2 という快進撃を果たし、見事に勝ち馬当てて終わったんでしたね。で、今回はクレオパトラ、ナポレオン、シーザーという、メンツで行ってみたいっす。ナポレオンもなかなか強い相手ではありますね。シーザーの方はどちらとも言えませんがね。まあ、クレオパトラとナポレオンには要注意やって感じっす。結構サクッと仕上げて待ち構えることが多いですしね。ニコニコなのか否かやな。ちなみにニコニコとは、俗にチートイクのことを指しますね。今回は、後親っすね。まあ、後親は先親と比べれば、楽な方やと思いますが、親番が来る前に、自分かタチャが、箱飛びになってしまったら、親番がなくなるっていう、デメリットもあるけど。なんてことを言うんか、まあ、ピンズ染め狙ってみましょうかね。なんとか順調にピンズを集めましたけど、大抵は結構違うやつ引くことが多いんだよね。あと中華トンが引ければ、文句はなしっす。ナポレオン、ちゃんた系でしょうかね。おそらく、ど真ん中とか切ってますしね。やはり、ね、E1 とトンのシャボでトンが高めとね。発案こってて綺麗にちゃんたですね。トン切らんでよかったっす。初、ちゃんた、一丁っすね。危うく満願振り込みなるか思うたっす。ワンズ止めが妥当か思うて、衝動的に泣いてしまいましたね。とにかくナポレオンの親番を、はよ流したいからね。もう何でもええんすよ。あとトン家庭のいずれかがアンコルなりなくなりすれば。一応染め替えれましたね。あと、ナポレオンは愚か。クレオパトラがその隙をついて、ピンズかソーズ待ちでリーチしてくる予感が、結構するっすね。もしかすると、一通も可能かもしれへんっす。ゴリ押して調べればの話やけれど。レーダーアンコりましたか。無理に一通に行かずここで方向転換すっか。とりあえずトン短期待ちで、ゴーやね。ローピン切った、ってことはソーズか、ワンズの真ん中あたりやろうね。ワンズならば、タンヤオの可能性は十分あるっすね。ランピンは通したはいいけれど、やはりここでナポレオン、あんたもリーチっすか。なに、スーピンあたりでオナテンだと思う。完全にどっちもスーチーピンで、オナテンやん。しかも親のナポレオンが上がりの権利ありで、クレパトさんが頭跳ねってことか。メンピン一発、しかもドラドラ。割れ目の親マン、2万4000か。あらららららら、シーザー氏が一気に箱飛びしたわ。せっかく私が親の外出中の日を狙って、収録してるというのに、こんな結果になるとはね。結局動けずじまいでも、差し馬もらってプラ10という結果っす。このままでは、到底終われませんよね。このゲーム、レギュラーラストだっていうのにね。なんでもう一回戦行ってみましょう。先ほどとは打って変わって先親か。先親だと、必ず親番になれるぐらいしか、メリットと言えるメリットはほとんどなくて、難波ですぐ流されたら、成長の時に逆転するチャンスが、100万を出さない限りは、到底見込めないというのがありますしね。まあ、デメリットだらけっすね。逆に出す親だと、大出すで、親居座ってコツコツ稼げるといったメリットがあるんで、結構気楽な方っすね。でも、先ほどのように、シーザー氏が箱飛びになった場合とか、親番が回ってこないってのが、デメリットっすね。
やはり、ゴールインのマーヘンゲームは、何気にチートイナテになったり、ソネテになったりというパターンが多いっすね。特にトリスバナテは確率的に、良くなるって感じっすね。それに、張ったらすぐリーチして仕掛けてくる、CPU も結構いるって印象もありますしね。もういろんな意味でよくできたマージャンゲームやなと思いますね。一部の人は、張ってもリーチしてこずに、ダマで待ってたりすることが多いお方もおられますけどね。それが顕著なのが小町さんと、家康氏ですね。まあ、このゲームに関する雑談を語っていますが、一応レギュラー最終回なんでね。今回は染めたいと思っていますが、ずっと我慢して染めに走らずに打っていますね。ダイヤを目指すってのもいいと思うが、ここは初とかを泣いて上がりたいっすね。12枚目ようやくヒロタか。最悪は後付けで、初チュンのジャボっすね。ええ待ち方ではないんやけどね。もはや読まれてそうっすね。ならば自力で積もってやりたいっす。ここでナポレオンが積もっちまうんかい。ロゼッタ石の発見ってことは高めちゃうんか。ダニャオ、積も、一丁で、一戦二戦っすね。ちなみにこのマージャンゲームを振り返ってみれば、強い弱いの差が結構激しかったような気がするんだよね。平野のおっちゃん率いるオリジナル男性キャラのメンツは結構やりやすかったような気がしますね。ダマで待ってくれることが多いんでね。逆に苦手なメンツといえば、孔明氏とかのメンツや、ジンギスカンとナポレオン率いる三大英雄のメンツとか、世界三大美女のメンツとかですね。孔明は結構なやり手な印象ありますし、渋沢名人もかなり手強い印象あるっすね。あと三大英雄、ジンギスカンもナポレオンもめちゃくちゃ強かったっすね。あと世界三大美女は、クレパトさんはめっちゃ強いですし、ヨッヒーさんも個人的に強い方やと思いますね。欲を言えば、ピンクもつけときたいけれどね、欲張って狙いすぎると、いつの間にかタチャの引っ掛けで、宝珠に合うってことがしばしばあるんでね。まあドラ読んでテンパって、リーチかけたいっすね。上がれれば、満格なんでね。満格は、マンガン確定の略っすよ。チートやんけ、完全に。100万に近づいたって、3ワン泣いて100万になんてなれんやろ、どう考えても、ただのハッタリやんけ。パーピンは、シーザーのあたりっぽいっす。おそらくピンク止めで間違いないと思うっす。まあ、陳列とドラマ内情ないと、数え100万になんて届かへんしね。ここで積もかよー。やっぱ強いは、クレパトさん。単のみでシーザー割れ目で2800点。700、1400っす。今回もクレパトさん、燃えてますね。対局中ではありますが、そろそろ、親が帰ってくるかもしれませんし、ここで一旦区切らせていただきますね。続きは後編でってことでね。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。